昨日ちょうどねウーマン PDC ウーマンツアーで、鈴木みくる選手がね、ベスト16ベスト8っていうねところまで駒を進めて活躍してました、はい、坂口選手もねベスト16ベスト32で、リサ選手と当たったんですけどね大健闘しててあわよくばっていうところまで行ったんですけどね、うん、ちょっと勝ちが見えてきた時にね少し欲が出たのか持てなかったですね残念でした。さあ浅田選手そのうちにつけれるのか、はいハイネケンでそのうちにつけて浅田選手先行取りました。さあ浅田選手の状態はどうなのか、練習スローを見る限りではいい時のね浅田選手のようなこう腕を軽く使えている感じでしたけどね。さあ81ショット420、さあトリプル、そして140、ナイススコア、ナイススタート。さあ浅田選手が今まだスタートが良くない感じなので、57に入ってる。361から、ナイスキープですね。藤田選手本当フォーム良くなりましたね。素晴らしいフォーム、力が抜けて前はね突っ込んでたんですけどね。100取って272、そしてさあ徐々に浅田選手が60絡んでくるのか、272ですね。230にアレンジしていきます。256、100取って156、その辺に収めたい。これで上がり目が出ない。230、60取って170、100取って130、140で90残り、211。いやいいですね本当、この力抜けてて腕の振りが良くて、さあ上がり目を出してきました。90残り、さあ18、20、20からいく、トリプル取って15、ダブル、あここも決めてきた、トリプルダブル、見事ですね。さあまず17ダーツでキープ、藤田選手140スタートしてねいいスタートを決めたんですが、その後ですね、さあカバーしていきます。85で416スタート、ナイススコアスタートですね。トリプルからバーボディー、いや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 いいですね浅田選手、相当投げてますよ浅田選手。
さあ80からの100取っての261、ナイスアレンジ。まあ今のは藤田選手も上がり目が出てたので、浅田選手はもう3投トライを目指す感じですよね。そういうイメージで90残りを20からいったと思いますよ。さあここも18でナイスアレンジ、54入れての167残り。浅田選手もあのこう今まではね、何がともあれ入れればいいみたいな感じので投げてたんですけど、やっぱりしっかりアレンジ考え出してますよね。さあ167、さあトリプル捉えて87残りで17。今ね一つね考えちゃって、やっぱこういうところもね正確性が落ちますよね。さあ239から85残り19から19入れば14ですね。19トリプルで14ダブル。あ、これシングルだった、あ隣ですね、失礼。隣だったら76残りで80。ナイストライです。239から、ここはね100取らないとね厳しいですよね。19からで220で20に戻る感じですか。トリプル捉えてもう1本ナイス、149取って140残り。下のダブルで藤田選手にチャンス回ります。140残り、20ライン。100取って40残りですが決まらず。藤田選手もね点取りで頑張ってたんですが、浅田選手それを上回るですね、点取りとこの90フィニッシュ、ここがやっぱ素晴らしかったですね。浅田選手ナイスダーツでした。